さあ皆さんこんばんは。ニコニコ生放送をご覧の皆さん、本日司会を務めますジャーナリストの堀潤です。よろしくお願いします。まさにこう序盤戦から早い展開で続いておりまして、まさに翻弄される中、一体誰が得点を決めるのかということで世界の注目が集まったまさに朝鮮半島の問題ですが私たちはきっちりと主導権を握ることができるのか、今夜は頑張れ日本ということで私たちの国の安全保障についてしっかり議論していきたいと思います。さあちょうど今から1週間前の6月12日史上初の米朝首脳会談が行われました。まあ一体誰が勝ったのか、まあ、メディアでも話題になりがちです。キム・ジョンウン氏なのかトランプ氏なのか、いえ双方だ、いや長期的に見るとそうではないんだ、そうした中で日本の存在感というのも問われてますし、私たちの日本がこれまでずっと向き合ってきた、いや近年向き合ってきたというのが正しいでしょうか。拉致問題や特定失踪者の方々の問題についてどうアピールするべきなのか、核の完全なる非核化というのは果たして本当に実現するものなのか、非核化とはじゃあ一体何なのか、もう様々なテーマで今夜は安全保障の専門家の皆さんに、まさに国家の中枢で議論を続けてこられた皆さんにお話をしっかりと伺ってまいります。非常に楽しみです。勝ち負けがあるものではないかもしれません。番組ではワールドカップの様子も速報を交えながらお伝えしていきたいなとは思っておりますが、最後までぜひご覧ください。さあニコニコドキュメンタリーでは特集国防を考えると題して社会学者の宮台真司さんや、元外務官僚で作家の孫崎ウケルさん、そして5人の有識者の皆さんの国防論のインタビュー集や、さらには軍隊を廃止してその分の予算を社会福祉に充てたあのコスタリカの平和政策に迫ったドキュメンタリー映画の放送など、さまざま国防にフォーカスをしてお伝えをしてまいりました。今日はですね千秋楽です。締めの議論にふさわしい方々がお集まりいただいております。さあ、早速ご紹介しましょう。今夜残念ながら日程の調整がつかなかった社民党を除く8党の代表者の方々がいらっしゃっています。ご紹介しましょう。まずは私の左手、自民党中谷元さん、はい、第14代防衛大臣です。よろしくお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。そしてお隣参りましょう。立憲民主党本田平直さん、安全保障部会長です。よろしくお願いします。そして、国民民主党渡辺修さん、外交安全保障調査会長です。よろしくお願いします。こんばんは。そして公明党浜地正和安全保障部会長です。よろしくお願いします。そして、日本共産党笠井明政策委員長です。よろしくお願いします。お願いします。日本維新の会浅田仁政務調査会長です。よろしくお願いします。そして自由党玉城デニー幹事長です。よろしくお願いします。希望の党井上和則政策調査会長です。よろしくお願いします。さあ、以上8党の代表者の皆さんとともに討論を進めてまいりましょう。まずは冒頭でも触れさせていただきました米朝首脳会談について、各安全保障の専門家の議員の皆さんはどう評価しているのか気になりますよね。早速ですがこの時間はまずは各議員の皆さんから30秒程度で所感を述べていただきたいと思います。中谷さん、はいはい、よろしくお願いします。はい、膠着していた相手に対して、直接会ってですね、人物を見抜くというか、キム・ジョンウンに対する本気度、それを確かめた上でこれから交渉という意味では成功したんですが、かえってキム・ジョンウンの方がボールをもらってですね、これは国をこれからまとめてチェンジしていかなきゃいけませんので大変な責任を負ったという形では、トランプ大統領のですね、素晴らしい交渉の仕方だと思います。中谷さん、さすが少しサッカーをかすめてきましたね。でもキム・ジョン氏の持ったボールというのは、はい、これはそのボールは次は誰にパスされるものですか。いや、まず国内なんですね。あそこは軍が強いし、警察とか治安とか非常に党の幹部がいるんで、本人も言ってましたけど、ここまで来るのは大変でしたというぐらい国内をこうまとめるのは大変だから、これ約束したことを守るっていうのは大変なことだと思います。確かに以前韓国出身でドイツに渡ってドイツ国籍の一映画監督として北朝鮮のドキュメンタリー映画を撮った監督にインタビューをしたときに、今後の情勢どう見ますかと、一番心配なのは北朝鮮国内にいる保守と言われる人たち、これは実を言うと結構根深いものがありまして、政府の変容についてこれるのかというのは一韓国出身者としては注目しているんだという話もありました。今日はよろしくお願いします。はい、お隣浜地さん、はい、お願いします。
今回のまず米朝首脳会談、史上初のですね、米朝の首脳が顔を合わせたということで一定の評価をしています。あとは共同声明に金委員長自身が署名をしたとしました、ね、いうことは非常に本人自身も重いということです。たださまざまメディアと言われてますが、CVID、完全また検証可能不可逆的という言葉はありませんでしたが、朝鮮半島の完全な非核化という文言は入りましたので一定程度評価したいと思っています。やはり今回北の側にすればやはり軍事演習の中止というものが一つの大きな彼らの成果というふうになっていると思います。やはり経済制裁よりもですね、やはり金委員長は、この軍事演習また特殊作戦等々でやはり体制の転覆というものは非常に恐れてたと思ってますので、安全の保障という部分については北朝鮮は一定の成果を得てます。しかし私気になるのはポンペオ国務長官のその後の発言で、完全な非核化は当然検証可能も含むと、また軍事演習の中止もですね、生産的で善意のある交渉が継続するのは前提ということでございますので、しっかり条件をつけてます。あとやはり時期としてはトランプ政権1期目に必ず非核化成し遂げるということでありますので、表上でメディアで言われているよりもですね、このポンペオさんの発言は非常に条件付きであります。ですのでそういう意味では北というのはこのコミットを失いたくないので、これからは次の工程、どういったものが出てくるかを注目をしますけども、結果的にはやはり五分五分の評価だったのかなと思って。浜地さん、今運営側から僕は出さなくていいと思ったんですけど、イエローカードの長いっていうのが来ました。あっという間に、でも聞きたいテーマですからね。でもたっぷり、わかりました。どちらがね、今まさに利してるのかというのは大変重要なポイントですよね。お隣、浅田さん、よろしくお願いします。今回のアメリカの獲得目標は北朝鮮の非核化、それと、とりわけ ICBM の放棄ですよね。それから北朝鮮の獲得目標は今もお話にありましたけれども、後ろからブチュッとやられるかもしれないと、体制保障、そして制裁されてますから制裁を解除して、それを経済支援にどういうふうにつなげていくか、それが北朝鮮の獲得目標だったと思います。そういう意味で米朝ともに売るものはあったというふうに思います。で、日本の獲得目標、これは拉致核ミサイル問題の解決、ということですから、まだ現時点で何かを得たというコメントはできないと思いますけれども、ただその今まで膠着していたそういう状況が動き始めたっていうのは確かだと思います。ありがとうございます。お隣、井上さん、いかがでしょうか。私も評価は皆さんとあまり変わりはないんですけども、やっぱり1950年に朝鮮戦争が始まって、そこからもう70年の長きにわたっているわけです。でそこで米国と北朝鮮の首脳同士が会って握手をして、で和解の道を一緒に歩もうと、そういう決断をしたということは私は評価できると思ってます。ただ北朝鮮も何回もですね、国際約束を覆して、いわゆる煮え湯を飲まされた経験も何回もあるわけですから、やっぱり慎重に物事は見ざるを得ないし、防衛体制もやっぱりしっかり確保しないといけないというふうに思ってます。またやっぱり拉致問題、これも日本主体的に解決しなければならない問題ですので、これについてはやっぱりこの首脳会談を契機にですね、最大限の努力を傾注するということが大事かなと思ってます。確かに。で来月7月27日ここでちょうど休戦協定が締結されてもう65周年になるわけですから、この時点でですね、何らか方向性が見えてくるのではないかというふうに私は思っています。そうですね、これまでの第一次核危機、第二次核危機、クリントン政権、ブッシュ政権、オバマ政権では突き放しましたけれども、トランプ政権になって歩み寄っている、これはどう見るかですよね。ありがとうございます。さあ続いてお隣、じゃあ本田さん参りましょうか。はい、今回の会談ですけれども、やっぱり1月から、12月から1月にかけては、実際にこの東アジアで戦争という可能性も取り沙汰される状況であったわけですから、韓国のムン・ジェイン大統領なども相当努力をしていただいたと私は思いますけれども、こういう大きな転換をしていただいたということはまず一つ大きく評価をしたいと思います。ただ中身見ますと非核化のこともまだまだ途中なんじゃないかなっていう、これからの駆け引きなんだなっていうところが
ありますので、今後それをしっかり見守っていきたいと思います。はい、渡辺さん、はい、合意はしましたけれども履行はこれからと、ですから、全てにおいてこれからだらけなんですね。で、何よりも線はあると言われているこの核関連施設、どのようにして申告撮影査察をして、そして本当にロードマップをですね、決めていかないと、これ時間稼ぎに、この交渉している間は、米韓のですね、軍事演習を行わないと、もうこれ北朝鮮にとってみたら自分の首を切りにくるような特殊部隊も含めたこれ軍事演習ですのでね、その間はずっと先送りできると。でやはりそこは早くエンドラインを決めなければいけないということですね。それからやっぱり気になるのが朝鮮半島の非核化だって北朝鮮の非核化ではないと、そうするとやっぱり韓国における米軍の核の傘ということもどう本当に北朝鮮はこれから交渉材料として持ち出すのかと、これは相当ですね、いろいろ詰めていかなければいけない問題が、そういう曖昧な私は合意だったと思いますね。そうですね、笠井さん、はい、やはり朝鮮半島で歴史的な平和の激動が起こっていると、で史上初の首脳会談ということですけれども、かたややっぱり朝鮮半島の完全非核化への、強固で揺るぎない決意を述べ、かたやですね、北朝鮮への安全保障と新しい米朝関係、さらには朝鮮半島の平和体制の構築ということで、それをお互いにボールパスしてとにかく約束しちゃうと、宣言するということで歓迎したいと思います。でついこの間まで考えたら、やはり悪魔を投げ合って、そして一触即発の敵対だったのがこう友好の方向へということで転換を始めて、平和のプロセスが始まったというところなんで、北朝鮮が核実験場や核ミサイル、ミサイル基地ですね、これを廃棄するということをやれば、今度はアメリカの側が韓国と一緒に米韓合同軍事演習を中止するということでいうと、1年前には誰も想像できなかったようなことが起こっている。そうですね。そういう点ではね、これ本当にみんなで力を合わせてやはり実らせるという努力がこれから大事だと思いますね。もう1年前どころか今年の年明けぐらいまでは全く想像していなかったです。ですね、私は一視聴者としては。うんうん、お隣玉木さんお願いします。はい、今回の新たな米朝関係が構築されるというこの会談、歴史的な会談は非常に、これからまさに日本は冷静にかつ、ある種の、期待感も持てるのではないかというふうに思います。ただこの会談の内容だけを見てみると、朝鮮半島の非核化の具体的なプロセスもなく、核を運搬する装置であるミサイルに関することも言及がなかった。つまり具体的な話は何もなかったわけですね。で、それどころか北朝鮮のメディアは拉致問題は解決済みという、そういうまたニュースも流していたりするわけです。ですからこういうことにですね、日本がいかに冷静にこの米朝の関係も見ながら半島の情勢について、私は基本的にはやっぱり和平の、プロセスの間に日本がどのようにして、交渉のこの中に入りリードしていくかということが大事だと思うんですが、やっぱりこう拉致問題は解決済みであるということに一喜一憂せず、それを丁寧にやはりそのアメリカと協力をしながら日本も主体的に何ができるのかということを、話し合いの場についていくという段階で、コミットしていくということなんだと思います。そうですね、拉致問題と、そして核の非核化と、そしてこう朝鮮半島の安定と、いろんな要素がある中で、切り分けて丁寧に議論するのか、それともやはり交渉材料として一つ一つのカードの切り時、それもカードというのも僕は胸が痛むんですけれども、今日は日本の安全保障の立ち振る舞いについてしっかりと伺っていきたいと思います。先ほどちょっと僕順番を間違えてしまいまして、井上さん次玉木さんに行く予定だったのがですね、そうですね、もうレッドカードです申し訳ありませんでした。びっくりしました。びっくりした。申し訳ありません。あとそうですね、あと浜地さんあれですよね、時間の向こうにあるから見えにくいんですよね。運営の方どっか時間があったら この辺に持ってきていただければ。そうなんです、そうなんです、今目線が今気がつきました。はい、そうですね、ありがとうございます。さあそれではですね、皆さんのコメントをいろいろ寄せていただいているんですが、いろいろ見てみますと、確かにこれなのかなと思いますが、
まあ、北は前から解決済みと言っているからなという拉致問題に関しての言及は、まあ、結構来てますよね。あとは、協議のテーブルが何度も保護にされているじゃないか、まあ、このあたりは非常にジレンマがあるかと思います。そうした中でのどういった交渉をするのか。あとは堀潤さん、核武装についてガチ議論してという話で、まあ、確かにここは今まで、まあ、ある意味メディアでもあまり触れてこなかった、タブー視されてきたところかもしれませんが、まあ、一回胸襟開いて議論していくということも大切なのかもしれません。さあ、それでは早速なんですが、皆さんには事前にお願いをしておりました、3分間ずつ、平和のための国防のグラインドデザイン、平和のための国防のグランドデザインというテーマでスピーチをいただきます。3分のスピーチです。僭越ながら合図の音を鳴らさせていただきますが、制限時間を過ぎましたら申し訳ありませんが、途中でもスピーチを切り上げていただければと思います。それでは今度は、反時計回りで、本田さんから参りましょうか。それでは本田さん、平和のための国防のグランドデザイン、よろしくお願いします。はい、世界中の国で、どの政党でも国民の生命財産をしっかり守る、そしてまた主権を領土をしっかり守るっていうのはほぼ共通をしていることだと思っていて、私たちもその立場にしっかりと立って、日本の領土、領空、領海、そして国民の生命財産をしっかり守っていく、これを、グランドデザインといいますか、当たり前のことですけれども、しっかりと貫いていきたいと思います。ただ日本が他の国とこういう安全保障の議論をするときに、やや異なるのは、第二次世界大戦、太平洋戦争で加害であり被害であり、大変大きな加害者にもなり被害者にもなったという、その戦争の経験から我々は今の憲法を持っていて、そこは専守防衛という、ある意味良く取るか悪く取るか分かりませんが、専守防衛という縛りがあります。私たちはこれをしっかりと守っていくべきだと。で、当然ですね、相手のいることですから、あることですから、これを守ることでいろいろ厳しい面もあるというのは分かるんですけれども、じゃあ必ずしもそれを取っ払った方がいいのか、これは実は検証不能なんですね、この外交安全保障の世界では。相手がいることです。で、我々はやはりこういう一つのここまではっていう線を作ることの厳しさもあるんですけれども、この線をなしにして、軍事っていうのは常に相手が何を思ってるんだろう、不信感の中で拡大をして、逆に本当は危険がないのに戦争に突き進んでしまうってこともあるわけですから、ここはしっかり専守防衛という線を私たちは守っていくということが、日本の平和をしっかり守っていくことだと思っています。で、もう一つなんですけれども、日米安全保障条約、これ日本の安全保障を考えるときに非常に大事な軸だと私たちは思っています。ただですね、これあまり固定的に考えるのはどうかなと。実はアメリカの側にトランプさん選挙中にはいろんなことを言っておられたり、いろんな状況の変化もありえますし、また日本国内でも沖縄県だけに過重な基地の負担をかぶせて、そして事故などの起こった時の対応を見ていても、私も沖縄に2度ほど今年になってからも行ってきましたけれども、ヘリコプターの事故などが起こった時の調査も日米地位協定の限界の下で主権国家としてどうなのかなっていうような部分があります。こういったところはしっかりともう少しですね、アメリカにもものが言える、そういう関係をしっかりと作っていけるような、安全保障政策を作っていきたいな、これが私の今思っていることです。はい、ありがとうございました。さあ、続いてお隣、渡辺さん、お願いいたします。国民民主党はですね、安全保障政策の原則として、近くは現実的に、遠くは抑制的に、国際貢献は積極的にというですね、3本の柱を掲げております。で、今先ほどお話しあった北朝鮮とのこの今のやり取りですけどね、やっぱり北朝鮮という国はもう何回も何回も嘘ついて裏切ってきた国なんですね。ですから大国を相手にして、国民の生活を犠牲にしてでも3代にわたって独裁国家を続けて、中国やソ連やあるいはアメリカ、日本をですね、手玉に取ってここまで生き延びてきたと。それを考えたらいつまた豹変するかわからないということは、我々は決して油断はしてはいけないと思います。その上で
今最も考えられる危機としてはですね、これやっぱり昨年から頻繁に出没しているいわゆる不審船、日本海側、北海道から日本海側にですね漂着してます。もうすでに松島小島や秋田県の由利本荘では、上陸してます。でこの人たちが漁民以上工作船未満の人間だったというですね、まあ、研究者言う方もいるんですね。もうすでに着上陸されてるということを考えたときに、私たちはこの警察権と自衛権の間のグレーゾーンに対してやっぱり領域警備をしっかりやろうと、やはり自衛隊並みの海上自衛隊並みの海上保安庁を作るのか、それとも、海上自衛隊に警察権をですね持つような形で、やはりさらにパトロールを強化するのかと、今そこにある危機についてはまず現実的に考えようと、それから遠くは抑制的にと申し上げましたけれども、例えばイランの核合意からアメリカが離脱をした、アメリカとイランが例えば緊張したときに、じゃあ何らかの制裁措置をもしアメリカが取るというですねことになったときに、日本も一緒にやれ協力しろなどということが夢夢あってはならない。まさか中東の何かのいざこざにですね日本が自衛の名のもとに参加するようなことが絶対これあってはならないと、そこは中東の国々とも日本は友好的にやってきたこれまでの蓄積がありますから、やはりそこはですね他国の軍事行動には組みしないと。そして最後にもう一つだけ申し上げると、国際貢献については、我が国はやはりテクノロジーをもってしてですね、例えばテロを探知するその機械であるとか、あるいはその防護服のようなもので、日本の持っているその伝統的な、例えばこれ蛇腹の伝統のようなやつで、これ技術があって、これが実は一点を打つとパッと割れるようなものではなくて、蛇腹だと実は破けにくかったりですね、弾力があったりするんですね。こういうやはり技術で人を救う、私たちは国際貢献のやっぱりものを出したいな、先生より出したいと思ってます。はい、ありがとうございました。続いて笠井さんお願いします。まあ、今後の国を守る展望ということで言いますと、やはり今回の米朝の首脳会談で始まった平和のプロセスを本当に生かしていくと、そういうことの中で開けてくるんだと思います。で朝鮮半島の非核化とそれから平和体制の構築という目標を達成する上ではね、今後もやっぱり首脳会談を含めて粘り強く交渉をして、それを続けてやっぱり共同声明の合意というのを速やかに具体化をするということで、誠実に履行するための真剣でやはり持続的な努力が必要だと思うんですね。でその上でこの平和的なプロセスが成功すれば、世界史的にも一大転換点になると、そして日本を含む北東アジアの情勢も一変してくるだろうと思います。で既にアメリカは韓国ヘビのミサイル防衛システムのサードということについても必要がなくなると言明しておりますけれども、やはりこの間北朝鮮の脅威ということを、口実に安倍首相が進めてきた安保法制とか、あるいは辺野古の新基地建設とか、あるいは九条会見の根拠も全て失われることになってくると、これ進めばということですが、で我が党はそういう中で北東アジアの平和協力構想というのをかねて提唱してまいりました。4点あるんですが、1つはこの域内の平和のルールを定めた北東アジア規模の友好協力条約を結ぼうと。で2つ目に北朝鮮問題を6カ国協議で解決をして、そして平和と安定の枠組みに発展させると。で3つ目に領土問題の外交的解決を目指して紛争をエスカレートさせない行動規範を結ぶと。そして最後に日本が過去に行った侵略戦争と植民地支配の反省は不可欠の土台となるということで提起をしてまいりました。で東南アジアではすでに友好協力条約ということで TAC というのが結ばれていて、あらゆる紛争を平和的な話し合いで解決をするということで努力がされてきているという地域の枠組みができているわけですね。で今回北東アジアでこの始まった、まだ始まったですけれども、この平和プロセスが成功して、朝鮮半島が非核平和の半島になれば、そうした仕組みが北東アジアでも可能になってくると、そして平和の地域を作っていくということができるわけで、そこでやはり新たな展望と、で日本を守るということで、やっぱ大きな課題ですけれども、これについても新しい展望が今の状況の中で開けてくるというふうに思います。そういう中ではやはり戦争の体験を踏まえて、二度と戦争の惨禍を繰り返させないという中でできた憲法9条を持っている国ですから、
これを持つ日本こそそういう中で新しい状況が始まった中で、まだこれからですけど始まった中で日本こそが役割発揮すると、これが大事じゃないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。さあ続いてぴったり3分です。玉木さんお願いします。はい、まあ、平和のための国防のグランドデザインというと、国防イコールこう少し右寄り的な雰囲気のする言葉になってしまうので、平和のための安全保障のグランドデザインということを幅広く考えてみると、安全保障とは何ぞやということを考えると、まあ、例えば食の安全保障だとか文化の安全保障だとか、いろんな意味での使われ方はしますけれども、安全保障イコール国民の生命、財産、国土、領海、領空を守るということですよね。これが日本の立場で安全保障をどういうふうにやっていくかということを考えた場合、戦後もう72年経ちますから、その戦争の体験をなさった方々もどんどん少なくなっていますし、語り部の方々ももう高齢化しています。しかしそれでもやはり72年前の惨劇は二度と繰り返さないということが日本の戦後の、立ち上がる一番大きな原点になった。それは何かというと、二度と戦はしない、戦争しないということなんですね。菅原文太さんという亡くなられた俳優さんが沖縄に来てお話をなさった時に、政治がやることは2つだと。1つは戦をしないこと、もう1つは国民を飢えさせないことだと。この2つをやらなきゃいけないんだということをはっきりおっしゃってました。ですから菅原さんもいわば戦争というか戦中戦後を見てきた方ですから、非常にシビアに日本の政治の現状を見ていたんだと思いますね。でこのグランドデザインを描く場合に、私たち自由党は兼ねてからやはり国連を中心としたそういう平和の構築を目指して、国連の行動に対しては全面的に協力をしていくということを安全保障政策の基軸としていくべきだということを、政策で掲げています。そうしないと本当の意味での平和は、訪れないと思います。つまり、相手が装備を高めていくからこっちも装備をどんどん強くしないといけないんだというと、やっぱり縦矛の関係でどん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 お互いの猜疑心を高めていくということにもつながりかねません。では日本が安全保障を描くときに戦争しないということを前提にどうするのかということを考えると、安保条約と国連中心主義は何ら矛盾するものではありませんので、日米安保条約5条には日米両国の自衛権の行使は国連が必要な措置を取るまでの暫定的な性格のものであること、これが規定されています。そして国連憲章51条と表裏一体の関係にあります。そして憲法と国連憲章、さらには日米安保は三位一体のものといえますから、これにより日本は自国の安全を守りつつ国際平和に貢献していくべきだと思うんですね。ですから戦争にならないための努力をしなければいけません。かつて沖縄県は沖縄戦当時の人口で約45万人いたんですが、一般住民が約10万人命を失い、10万人に近い兵士が戦死しています。その惨劇は二度と繰り返してはいけないと思います。ありがとうございました。さあ井上さん、はい、お願いします。本当にこう世界史的に見ればですね、まあ、今年っていうのが、まあ、本当に大きく転換したという年に、まあ、後から評価されるんじゃないかというふうに思うぐらい、まあ、大事な年だと思ってるんです。まあ、こういう時期だからこそ、こうやっぱりこの素晴らしい日本をですね、次世代にやっぱりこの平和な日本をこう継承できる、そういう防衛体制を今こそやっぱりしっかり作っておかないといけないんじゃないかと思ってまして、まあ我が国の防衛政策っていうのはいつも3つの柱と言われるわけですね。一つは我が国自身でどうやって守っていくか。でこの点について言うと、やはりやっぱり今日脅威はまあ増大しているわけですから、それにしっかり対応できる体制を作るべきだというふうに思ってまして、まあ、特に中国がですね、今空母、まあ、一隻、まあ、輸入したものを持っており、それから国産で今作って2隻で、将来的にはこれが3隻、もっと将来4隻になるかもしれないと。でそれがもう太平洋上でどんどん今も活動活発化させてますけども、さらに活発化させていくだろうと。そうすると、まあ、太平洋上でのその警戒監視、それから領空侵犯対処、これどうしていくのかというのも大きな課題だと思います。それから万が一攻撃された場合の反撃能力、まあ、これは今まではずっと米軍に役割分担でやってたわけですけども、これで本当にいいのか、こういうこともしっかり議論していかないといけないと思ってます。
それから2つ目の柱、日米同盟、まあ、これはやっぱり米軍との連携、これを一層強化、進化すべきだと思ってまして、まあ、私自身としてはもっとその自衛隊の基地、それから米軍施設、その共同使用をしてですね、連携を強化していくべきだというふうに思ってます。その一方でやっぱり日米地位協定、これについては米軍の運用を理解してもらうためにもですね、私はこの見直しというのはもう不可欠だというふうに思ってます。から3点目がこれは国際協力の推進ということです。で特に先ほども挙げましたけど、中国の影響力が増大してますので、特に太平洋上ですね、そうなると太平洋の島嶼諸国、それからアジアの国々、まあ、こういうところともっと連携を深めていくべきではないかと。で、まあ、いろんな連携をやるときにですね、例えばその信頼醸成を深めるために大規模災害訓練を一緒にやるとかですね、まあ、そういうようなところでやっぱり信頼関係をこう一つ一つ積み上げていく努力、こういうのをしていくべきだというふうに思ってます。で最後に憲法について一言なんですけども、まあ、やっぱり憲法9条2項これについてはまあ抜本的に見直して自衛隊をしっかり憲法上位置づけるというのが我が党の基本的な考え方です。はい、以上です。ありがとうございました。浅田さん、お願いします。まあ、国防の基本というのは領土領空領海と主権、それから国民を守ると、で安全を保障するというのが国の大きな役割の一つです。で領空侵犯とか領海侵入とか、まあ、軽微な事案に関しては自衛隊がこれを対応すると。で昨年の北朝鮮のように核開発してで弾道ミサイルの弾頭に 核弾頭を搭載と、そういうような状況に なってきますと自衛隊と米軍の支援を受けて我が国を守る、それが、まあ、国防の基本であるというふうに思います。そのそもそもの考え方でありますが、9条によって侵略戦争は禁じられております。しかし自衛のための武力行使はできる、当たり前のことです。で国連憲章51条でも、まあ、個別的であれ集団的であれ自衛権の行使は認められております。ただしあくまでも自国防衛のための武力行使であって純粋な他国防衛は認められない、ここが重要です。で自民党のおっしゃる存立危機事態、これはあまりにも範囲が広すぎるということで、これを限定する必要があるということで我が党は米韓等防護法を提出しております。対象を条約に従って我が国を守っている米韓が攻撃を受けた時には防衛出動できるというようにして範囲を限定しております。で、まあ、今の申し上げましたこの基本的な考え方に従って必要な防衛装備を行うと、これがまあ国防の基本でありますが、グランドデザインというからにはこれに3点加えたいと思います。それは1点目は積極的平和主義、国際平和の構築に関しては積極的に PKO に参加し平和な地域を拡大していく。で2点目がこれどなたもおっしゃらないんですけれど ODA 予算を増やす必要があると思います。平成30年度の ODA 予算は5500億円、一番多かった時の半分に減っております。で国民所得比で 0.7% という目標を掲げておりますけれども、日本の実績は 0.2% です。で OECD のDAC加盟中20位という、まあ、惨憺たる状況で、中国は経済大国になる前からアジア、アフリカの国々に経済支援を続けてきております。最近ではアメリカを上回るとも言われております。こういうところが国際的な影響力を持てるか否かの分岐点になると思います。もっと ODA の額を増やすべきだと思います。それから3点目は自由貿易圏を拡大させる。自由貿易圏の拡大は国同士相互依存度を高め、翻ってそれが安全保障の強化に寄与すると思います。総合安全保障という考え方です。以上です。はい、ありがとうございました。浜地さん、お願いします。我が党はですね、まず国防の基本デザインは3点大きな原則があります。まず1点目は平時は抑止力、まあ、有事には機動的に対応するということです。で2点目は専守防衛、まあ、これは憲法の精神にのっとった防衛戦略ですから、これは堅持する。で3番目は日米同盟の強化と
ということが基本です。で、あの1点目のですね、これ平時の抑止力という点で、私もあのまだあの2回目当選直後に平和安全法制の委員会に所属をしておりました。その時あのお隣の中谷先生、防衛大臣でご答弁もしていただきましたが、あの時まだまだ国民の理解が進まない中ですね、実際北朝鮮の脅威も含めて、どうなんだろうという時に、日本は特にですね、米韓の防護、いわゆる武器等防護というものを作りました。これによって非常にあの共同演習というものが非常に機能したと思っています。先ほど私あの軍事演習、まあ、日本は軍事とは呼びませんけれども、米韓の軍事演習を中止して北朝鮮に非常にこれは、まあ、彼らにとっては非常にあのこれは求めるものだったということで言いますと、日米のですね、まあ、共同訓練もやはりこの平時の抑止力に結果的に私は効いたと思ってまして、あの時の2年前の、まあ、正直苦しい世論のいろんな意見もありましたけれども、本当に作ってよかったなというふうに思っています。それと専守防衛という言葉が先ほどから出てきてまして、これも当然憲法の精神にのっとったものですが、これあのよく誤解されるのがですね、絶対的なものではないということ。これはどういう意味かというと、いわゆる日本が必要な防衛力を必要最小限に持つということは、他の国がですねそれなりの軍事力等々を持っていれば、それに対して防御できる範囲というのは、まあ、言ってみれば相対的なものである可能性もあるということです。ただあの日本政府がしっかりと答弁しているのは、核兵器は持てない、そしてまたあのいわゆる攻撃型の空母のような打撃群、これは持てませんと言っているので、そういう部分での定量的な、まあ、キャップはあるんですけども、今のですねやはりこの安全保障の状況を考えて、この専守防衛という概念は本当の意味で必要性をしっかりと吟味した上でどこまで認めるかという議論が私は必要だろうと思っています。で、今年末にかけてですね、新しい防衛大綱を検討されるのではないかというのがあります。ただ現在の大綱はですね、やはり統合的な機動力ということで、非常に先ほどからも平時から有事に向けてのシームレスな対応というものについては一定程度評価ができますので、これは継続をしていかなければならないというふうに思っています。ただやはり新しい分野ですね、宇宙やサイバー等々の分野が出てきておりますので、これをこれからどのように議論をしていくか、ここを組み合わせた新しい対抗のデザインというものを我が党としても求めていきたいと思っています。以上です。ありがとうございました。中谷さん、お願いします。はい、我が国を守るためにはしっかりとした防衛力、これを整備をし、また自衛隊もあらゆる事態に切れ目のない対応ができるように予算の獲得も必要ですけれども、日々訓練をしておくということで、しっかりと対応できるようにしておくということです。それと日米同盟、これの対処力と抑止力はこういった周辺の事態に対してしっかりとパワーバランスを保てるようにということでありますが、やはり国と国の関係は国益のぶつかり合いでありますけれども、力の均衡、パワーバランスによって成り立っています。最近日本の周辺の状況、北朝鮮の核ミサイルの開発、これはやはり北朝鮮がこういった軍事活動ができる能力を持っているということ、そして中国、この30年で軍事費が51倍、この20年でも3倍になって、今や日本の防衛予算の3倍から4倍になっております。これは毎年続くわけですからね、ますますパワーを増してきている中で、特に南シナ海、フィリピンから米軍が撤退をしたということで、この辺が力の空白になってまして、もう南シナ海のサンゴ礁ほぼ中国の軍事基地化されてまして、まさに航行の自由が失われております。東シナ海も非常に中国の船舶が領海侵犯を始めておりまして、これにどう対応するかということで、やはり自衛隊の体制をしっかり整備をしていくということと、もう一つは日米同盟、これの対処力抑止力、平和安全法制を改正してですね、米軍の支援もしておりますし、各種訓練、空母や爆撃機もやはりいざという時のための共同訓練ができるようになりました。
物資の協力もできるようにしておくわけでありますが、やはりバランスオブパワーということでしっかりしていかなければなりません。じゃあ自衛隊は今後どうするか、先ほど言われましたけれども、統合運用に加えて、クロスドメインと陸海空のそれぞれの権益を超えて、ミサイルに対応したり、サイバーに対処したり、宇宙に対応したり、まあ、こういうふうな体制に持っていくということと、もう一つは列島線防衛、これ大陸のパワーを今までずっと日本列島沖縄の線で、止めてましたけれども、まあ、中国あたりがそれをはみ出してですね、太平洋の中で活動を広げてますので、しっかりとこういった防衛をができるようにですね、見直しをしているということで、しっかりとあらゆる事態に対応できるように全力を挙げているところであります。はい、ありがとうございました。いや、皆さんの発言非常にこう興味深いですね。まあ、まず一つにはやはり今出てきたのは、まあ、アメリカとの関係、特にまあ日米安保、そして日米地位協定、この問題についてどう、まあ、折り合いをつけていくのか、これに関して各皆さんスタンスの違いも見られました。一方で中国との関係づくりもですよね。中国の関わりも、まあ、緊張関係ありながらもお付き合いの仕方を考える中で、共存共栄の道を探るのか、一方で、まあ、別の道があるのか、その話も大変興味深かったです。具体的な ODA の支出、確かにこう外務省の皆さんにお話を聞くと、皆さん苦虫を潰したような顔で、まあ、このところようやく少し戻ってきたものの、一時期大きく減らされていた。僕もちょうど去年の今頃パレスチナのガザに取材に行ってたんですけれども、アラブ人の方がこう胸に手を当てて、いや日本の皆さんに敬意を表したいと、でアメリカの原爆を落とされて敗戦国から立ち上がった日本だと、ただその日本は経済的な不均衡のために皆さんの力を壊して役立ててくれていると、確かに指を指すんですね。こう見ると給水タンクに日の丸が掲げられていて、以前作った ODA で支出されたものが彼らのインフラを支えている。あ、これはやっぱり日本が培ってきたまさに安全保障のこれ一つだなということも感じました。一方で国連、キーワード出ましたね。このあたりも皆さんからいろいろコメントもあったんですが、国連の在り方というのも今改革が必要なんじゃないかという声もあります。国連イコールすなわちどこの国が主導権を握っているのかということもあるでしょう。そういった議論がこれからさらに深めていきたい点ではあります。さあ、ここからはですね、スピーチだけではなくて討論にも移っていきたいと思います。これからの東アジア各国にどう向き合っていくのかというテーマです。先ほど中国の話が少し出ましたが、例えばカンボジアなども今、独裁化が進んでいると言われていて、これまでの、まあ、欧米支援から実を言うと、まあ、中国の支援、まあ、これは影響力が強まってるんじゃないかという、そういう声もありますよね。確かにいろんな見方があるかもしれません。そうした激変する、東アジア情勢の中で、どう向き合っていくべきなのか、まずスピーチを90秒いただいて、その後に討論に移りたいと思います。まずは今回はじゃあ、時計回りで参りましょう。中谷さん、はい、よろしくお願いします。まあ、まず北朝鮮に対応するということで、まあ、米朝の会談が一つになりますが、実は日本はもう2001年の時に平壌宣言ということで、国交正常化を目指した話し合い、包括的な話し合いをしています。それから南北38度線、まあ、これも先だって5月に、南北の対談が行われて板門店宣言という形で行われております。いかに北朝鮮のこういった核ミサイル、そして拉致問題もありますが、まあ、包括的に話をしていくかということで、やはり話し合いをしなければ解決できませんので、この問題については日本も今後入っていって、特に核とミサイルの話は日本の安全保障の話でもありますし、拉致問題もやっていかなければなりませんので、まあ、そういう中で一つ一つ解決する。で、北朝鮮は簡単に核は放棄しません。今でも段階的と言ってますけれども、これから交渉に使っていくと思うんですね。まあ、そういう時に日本の役割、経済の支援をすればという話もありますが、拉致問題が解決しない限りはこの経済に加わらないという方針は堅持しております。まあ、そういう中で北朝鮮が本気に変わっていくようにですね、していくということです。で、中国は先ほどお話した通り、各国が
国際法これを守るようにで、各国が中国を説得して接していくべきだというふうに思います。はい、お隣浜地さんお願いします。はい、じゃあ私は少し中国との関係をお話をしたいと思っています。中国は、安全保障のテーマで見るとですね、非常に力を拡大し一方的な現状変更ということもあるんですが、今くしくも日中はですね、非常に外交的には改善の方向に今あります。日中間サミットもなかなかできなかったのが、ゴールデンウィーク後にできました。あとアメリカが 対中国に対して貿易の摩擦もありましてですね、そういったことも相まって、また北朝鮮の問題もあってなんとなく日本と中国が今いい関係にあります。ですのでやはり中国との関係というのはやはり経済的にも切っても切り離せない関係にありますので、そういったやはり友好のムードというのはですね、私は継続すべきだなと思っています。夏に私重慶に実は行きまして、一帯一路の一種の拠点でした。で、約100両のですね、貨物列車がドイツに、直接もうつながっている10路線ぐらいつながっている姿を見て、そういう意味では経済的な部分でいうと一帯一路という部分についても今安倍総理も含めて、少し、若干前に比べればですね、前向きな発言もあるわけでございますが、やはり経済的な非常に結びつきも多いということで、そういったものを前提にしながらですね、中国のこの軍事の面でのいわゆる国際法を守る、これをどうやっていくのか、特に南シナですね、ここがやっぱり日本の重要な視点だと思ってます。はい、ありがとうございます。浅田さんお願いします。まず北朝鮮の問題は拉致核ミサイルを同時に解決という方法しかないと思います。で、核ミサイル問題を解決しないことには話し合いには応じないという選択は結局間違っていなかったと私は思います。しかし先ほど中谷先生おっしゃったように、北が全ての核ミサイルを放棄するのか、果たしてそこまで行きつけるのか、現段階ではかなり難しいと思っております。で、東アジア全体を見ますと、体制の異なる国が2つ、中国、北朝鮮、それから領土問題を抱える国が3つで、東アジアに普通ロシアは入らないんでしょうけども、ロシアと韓国と中国、この3つありますので、領土問題に関しましては私たち日本維新の会は国際司法裁判所を活用しましょうと。で、日本はICJ の義務的管轄権を受諾しています。ところがロシアとか中国、韓国、これは受諾していない。だから向こうはその応訴義務がないわけですね。したがって私たちが法の支配 の徹底というのはそういうことを指しております。それから国防 のグランドデザインのところでも申し上げましたけれども、自由貿易圏を拡大していくということが重要だと思います。今東アジア地域包括的経済連携 RCEP の交渉が進められているので、ここには中国も韓国も入っているんですね。そこも含めて物品の関税削減、撤廃、投資、サービス貿易、こういう話し合いが進んでいる、これを進めていくべきだと思います。はい、ありがとうございます。井上さんお願いします。はい、東アジアの各国、本当にですね、やっぱヨーロッパと違って、それぞれのもう国情も違うし、国の大きさも違うし、そういう意味でいくと利害関係も相当複層している状況にあると思います。そして今の米朝首脳会談、それから中国の台頭、こういうのを考えると、これからますますその東アジア情勢、これは大きく流動化するという可能性があって、そういう中でその利害関係が非常に複層しているがゆえにですね、いわゆる流動化によってそのきしみが出てくる、そういうような可能性も出てくると思います。だからこそそのさまざまなレベルで関係国がやっぱり頻繁に意見交換する、そういうことが大事だと思いますし、日本は東アジア各国に対してまだかなり影響力あると思いますので、そういう意味で日本がこうリーダーシップを発揮してですね、いろんな意味でそういう、こう緊密な意見交換をするための会議の設定とかですね、そういうことで日本の役割っていうのは私は今こそ期待されているというふうに思ってます。で、特にその中でもやっぱり日米を基本にですね、やっぱり自由、それから開かれた海洋、基本的価値観、こういうのを大事にしながらアジア各国とのその調整をリーダーシップを取ってやっていくと、そういうことが大事なんじゃないかと思っています。はい、ありがとうございました。
玉木さんお願いします。はい、東アジアの各国とどう向き合っていくかということを考えると、私は先ほども申し上げましたが、外交や安全保障において一番必要なのはやっぱり、その必要な要素は冷静であるということだと思います。冷静というのは冷たく突き放すという敵対視ではないんですね。あくまでもきちんとお互いを尊敬しつつ、では互いに互恵関係を結ぶにはどうすればいいのかということにつながっていく、それが我々の目標であり、お互いの関係構築のための私たちの対話にしていきたいということを、やはり国交はあれど中国や韓国と少し冷たい関係にある日本は、その路線からまず始めていくべきではないかと思うんですね。ややもするといわゆる脅威だといって軍拡路線に突き進みかねないような、そのためにいろんなものを装備しないといけないというふうに言っても、もう軍事力がこれだけ差がついてしまっているものを追いつくはずがないんですよ。だから戦争をしないためにはどうすればいいのかということを考えて、冷静にでは日本の外交をどういうふうに展開していくのかということの深いやっぱりその考え方が必要だというふうに思います。北朝鮮は国連190カ国近く加盟している国の中で162カ国と実は交易があります。敵対しもしくは国交がないのは二十数カ国なんですね。その友好にしている国々に日本がどう働きかけていくのかということを、国際社会の中で北朝鮮が議論する環境を作ってほしいということも冷静な外交につながると思います。はい、ありがとうございました。さあ笠井さんお願いします。はい、今こそですね、東アジアに存在してきた紛争と緊張をやはり平和的外交的手段によって解決することがいよいよ重要だと思います。で、中国による東シナ海南シナ海に見られる力による現状変更などのですね、軍事的な動きというのはやはり今日の新しい平和の流れに逆行すると、でこれは断じて許されないと、そしてそういう中でパワーバランス、軍事対軍事の対抗では解決しないということは明らかです。で今こそやっぱり戦争の準備ではなく平和の仕事をする時だと強く言いたいと思います。でもう一つですね、先ほど中谷さんも言われたんですが、やはりこの平和の激動の時に日本の政府が何をやってきたか何をやってるかということが問われてくるんで、やはり対話否定とか圧力一辺倒にしがみつくうちに世界と北東アジアの流れから取り残されて主張が破綻しているのが安倍首相だと思うんですね。で日本こそそういう点では憲法9条を持つ国としての主体的な外交戦略を持って、そして今の平和の流れを促進して、その中でこそ拉致を含む諸懸案の日朝間もですね、包括的な解決ということで日朝平和宣言に基づいてやっぱりしっかりと解決できるしなければいけないと思います。で今からでもですね、本腰入れた日朝対話と、でこれも即刻と言ってもいいと思うんですが、日朝首脳会談やるべきだと強く言いたいと思いますね。ありがとうございました。さあ続いて渡辺さん、はい、お願いいたします。マティス国防長官は、非常に、対中強硬派と言われておりますが、やはり今アメリカの大統領トランプ大統領がですね、これ米韓の軍事演習も非常にコストがかかるんだなんてことを平気で言い放つほどですね、非常にこうビジネス化していると。ですからひょっとしたら中国、対中国を考えたときにハワイから東はアメリカが、そして西太平洋は中国がお互い管轄しましょうっていう、これも以前からオバマ時代から中国が何回も持ちかけてますけれども、こんなディールをですねやってしまうかもしれない。ですからこの対中国を考えた時には、やはり私はマティス国防長官なり、あるいはボルトン補佐官なりとですね、しっかりとそこはパイプを持たないと、トランプさんだけと関係を持っていても予測不能の結果が生じかねない。で何よりもこの憲法改正までして任期が延びた、で8900万人も共産党員、中国共産党員がいると言われる中で、もう神格化する習近平政権の2期目にですね、やっぱり台湾に対する野心、やっぱり台湾に対する攻勢を強めていくとですね、やっぱり私たちは台湾ももちろんですけれども ASEAN の国々と南シナ海、東シナ海がもう内海化すると、もうであそこを通るときは必ず中国にですね睨まれること、あるいは中国に何らかの形で、この断りを入れてまであそこを自由に航行できなくなる、断りを入れないとできなくなるということの内外化を防ぐためにも ASEAN の国々とのしっかりとした強化をですね、しなければいけないと思ってます。はい、ありがとうございました。続いて本田さんお願いします。はい、東アジアといえばやはり中国との関係、これを一番
考えなければいけないと思います。中国は当然東シナ海、南シナ海での軍事的な動きというのは我々はきちんと警戒をしなければいけませんし、軍拡も警戒をしなければいけません。ただ、まあ、ここで大きな米朝だとか日中だの、すいません、米中だの日中だのそんな衝突っていうのはとても考えられる状況ではありませんから、まあ、そういうことを起こさせないためにも我々大きな負担を、抱えながら日米安全保障条約結んで米軍のプレゼンスも維持しているわけですから、まあ、そうしたものを維持しながら、この地域での平和をしっかり守っていくと。で、当然経済的にも大きな力を持った中国とは共存共栄の道をしっかりと求めていくというのが私は基本だと思っています。そして今この時期ですとどうしても言いたいのはやっぱり日朝の問題です。拉致問題の解決にとってはやはり大きな一つのチャンスが来ていると思います。で、この問題はもう他の国に頼れる問題ではないと思いますの で、 で我々今野党ですから、政府になっているのは安倍総理ですから、ぜひもうずっとこの問題を最重要と言われ続けてきて、私はまあ過去のことを言えばここまでの拉致問題の対応というのはこう押したり引いたりが足りなかったんじゃないかなと、押す一方でなかなかこう膠着してしまった、まあ、しかし過去のこと言ってもしょうがないんで、ここはもうそうした過去の歴史をねいろいろ踏まえている安倍総理に、まあ、いつも国会では戦っている安倍総理ですけれども、この問題ではしっかりと日朝会談して解決をしてほしいと思います。はい、ありがとうございました。まあ、まさに今お話伺っていて、先ほど、まあ、パワーバランスの話ありましたけれども、軍事力を増すと、まあ、こちらもそれに対応してと、そうなってくるといわゆるこう安全保障のジレンマという問題も生じてくるかもしれません。ただその中で結構まあ合意できるのかなというのは、友好関係を築くという対話のチャンネル含めたいろんな関わりを含むと、この軍事力とそしてこのじゃあ友好関係とっていうのを、これはどういうバランスで成し遂げられるものなのか、このあたりは大変興味があります。あともう一つはやはりその中国そのものの脅威というのを何をもって脅威とするのかと、以前私日中ジャーナリスト交流会って毎年参加してるんですけど、日本と中国側のジャーナリスト、国営放送や新聞記者と日本側から NHK 含む各メディアの関係者が集まって徹底的に議論を2日間缶詰でやるんですけども、そこで議題に上ったのは中国は日本と戦争する気があるのかと。で、中国側が、まあ、口を揃えて言うのは我々が関心があるのは経済的発展で安定だと、で日本と戦争するようなことはないと、ただ偶発的な衝突はあるかもしれないという話をメディア関係者たちはしていた。非常に興味深い内容でした。さあここから討論です。さあ今いろいろ議論がありましたけれども、挙手制で参りましょう。どうだか先陣を切って中谷さん、はい、共産党 の、 方に質問したいんですが、北朝鮮 の、 現状は、まあ、核もミサイルも保有していると。で、確かに交渉しているさなかでありますが、こういった核ミサイルを持った状況には変わりがないわけでありますので、やはりそういった事態に対して日本はしっかりと備えはしておかなければなりませんし、こういった北朝鮮が核ミサイルを放棄するというためには一体どうしたらいいのかですね、その点をお伺いしたいと思います。笠井さんお願いします。はい、とにかく米朝首脳会談で今度は完全な非核化に向けての合意ということで今始まったわけですから、そこのところ本当に前に進めるということが一番解決の道になると思うんですね。それで非核化の内容についてはまだ乏しいとかいろいろ言われたりしますけれども、しかしその長期の敵対やその相互不信ということが強かった米朝の歴史を見てもですね、やっぱり1回の会談で一挙にっていうことはいかないわけですから、そこはあくまでやはり非核化と平和体制 の、 構築というに向けてプロセスが始まったということで、これから具体化だと、そこのところ本当に国際社会が本当にみんな協力しながらですね前に進めていくということになってくると思うん で、 それをやっぱり進めていくという方向の中で、その一体的にしかも進め方段階的にということで、トランプ大統領もそこのところは考えながらやってるわけですから、それを本当に全体で進めるということが必要で、そこでまた軍事をやろうという話をするとね、流れが違う方向に行くと、うまく進まなくなるということになるんですね。渡辺さん、はい、いや自民党と公明党に伺いたいんですけれども、GDP2% の、 その防衛費をですね、まあ、与党の方が議員連盟で提言しているというんですけど、これマイケル・フリンという安全保障の補佐官がもう辞任しましたけど、確かトランプ政権が発足して間もない頃に日本も NATO も GDP の 2% をめどにですね、まあその兵器を買えということを
言ったということがベースになっていると思うんですね。現在は 1% 現在は 0.9% ぐらいですけど、でこれ倍ということは5兆円あと何か買うって言うんですけど、そんな最初から買い物の総額決められて本当に必要か不必要かわからないものをですね、本当にこれから防衛予算審議するとき与党は本当に 2% っていうことでお考えなんでしょう。高田さん、あれは自民党 の, 対抗の提言でありますから、ええ、まあ、自民党の考えなんですけど、まあ、いやいや中谷さん自民党じゃないですか、もうそこはだからお分かりになってると思うんですね。で、まあ、今防衛費5兆円ですよね、はい、でこの5分の2は人件費糧食費、はいはい、で5分の3が一般物件費ということで、まあ、その中 の, 2兆円ぐらいが、まあ、装備の歳出化経費で、実質訓練経費というとですね、まあ、1兆円で自衛隊の活動をしてます。でそういう中で非常に燃料も非常に少なくなって、十分に本当に物が動くのか、それから弾薬の備蓄も欠けてますし、人充足率も欠けてます、まあ、やはりしっかりと計画通りやっていくためには5兆円では足りないと、まあ、やはりGDP の比率でいくと 2% ぐらいは必要じゃないかというふうに思います。実費を差し引いた分をきちんとした防衛力として計上してほしいということですね。まあ、だからちょっとね、5兆円のうちのですね、今お話しあったように、その 44% が人件費や糧食費、まあ、要は食費代です、食事代ですね、はい、でまあ、56% がですね物件費なんですけど、その 56% のうちのおよそ2割が装備品の購入費ですから、非常に少ないのは分かるんですが、ただ最初から総額を言われて、これはあくまでもアメリカのマイケル・フリーが言った人件費だとか糧食費じゃなくてですね、アメリカ側が言うのは兵器の購入費として 2% をめどに、その防衛予算を組めって言われるんで、そこまでですね、内政干渉的なことを言われて、はい、中国のですね伸び率知ってます？知ってます。去年 7% ですよ、はい、日本は 0.6%、 いやだからそれしかも15年前より減ってますからね、はい、やはりこういったしっかりした防衛の備えするには各国 の, 状況を見てですね、まあ、ほんで NATO も 2% が標準になってますんで、まあ、それくらいの費用は かっても必要だと思います。発言の際は挙手で、はいはい、いや2005年の時に国防費が日本とその、ね、もう中国が入れ替わったのは分かってますし、うん、これも多分おそらく20兆円ぐらいだろうというです、ね、中国の防衛予算というのは、うん、これなかなか正確な数字出ませんけど、ですからそれ必要なものは購入すればいいと思います。ただアメリカが最初から 2% って言われてですね、それを元に組み立てるというのはあまりにもまたアメリカのフォーリンミリタリーセールス、アメリカのですね、このまあ日本にとって不平等な契約の下でまたいろんなもの買わされてですね、高いもの買って積算根拠もわからないものまで大量に買わされるという、またトランプのこれまさに取引にいいように利用されるんじゃないかなと、うん、そこが分かってて本当予算の話をしているのかどうか。 2% とは言い切ってません。 2% 参考に目標にということで、まあ、やはり今より必要だと、そういう意味があるんです、はい、質問反論含めて、はい、井上さん、あ、すみません、これ東アジア各国にどう向き合うかという、そうですね、はい、テーマですよね。必然的に、まあ、アメリカと日本の関係が関わってくるんじゃないかと、はい、それでちょっと私もちょっと葛西先生にちょっと質問なんですけども、はい、まあ、北朝鮮とこれから、まあ、日朝やっていくと、で日本の立場としては核ミサイル、それ拉致、はい、これを包括的に解決すると、 そうですね、その上で、まあ、経済協力という基本スタンスで、私はその上でさらにその国連決議の制裁、これはやはりずっとやっぱりこう解決するまではきっちり維持しておくべきだと思ってるんですけども、その点についてはその共産党のお考えはどうでしょうか。私たちは経済制裁、あるいいですか、これについては国連決議に基づいて必要だと言ってきました、うん、でそこのところはそれと一体にしながら本当にこう平和的な解決、台湾による平和的解決ということを求めてきたので、そういう状況の中で今新しい状況が生まれているということですから、そこのところは今生まれている新しい平和 の, その動きの中でそれを実らせていくということでの、やはり日本自身もそうした流れの中でやはりきちっと日朝間の問題も解決するということが必要なんであって、その中で日本と北朝鮮の間での交渉の会談があって、それをどう解決していくかですね、それを包括的にということですから、核ミサイル合わせて拉致から核の生産という問題で包括的にやるというのは日朝平和宣言で決まっているんです。これに基づいてきちっとやっていこうと、そこはそういうことではっきりしています。ありがとうございます。続いての、はい、本田さん、中谷さん、自民党の中谷さんにお聞きしたいんですけれども、はい、この半年の、ね、安倍総理の
北朝鮮をめぐる外交というのは僕はねやはり硬直的だったんじゃないかと思います。僕はしばらく落選をしていて国会に戻ってきて議論をした始めた時に全ての選択肢があるとトランプさんがずっと言ってきたんです。それは戦争から多分相当妥協までの幅広いものがテーブルの上にあると、まあ、それはそうなんだなと思ったんですけれども、それに対して日本の総理大臣が 100% 一致してるっていうことをずっと言い続けてきて、まあ、私はどちらもね譲りすぎることも危険だし戦争ももちろん東アジアでやめていただきたいと、まあ、こういうふうに思っていたわけで、こんな選択肢を言っているトランプ大統領に、まあ、それそもそもこの状況じゃなくても外交で 100% 他国に一致などということは使うべきじゃないと私はずっと思ってきたんですけど、いかがですか。パワーバランスの話しましたけど、どうしたら北が核とかを放棄するかということで今年の初めからチェンジしたんですね。でそれはやはり日米で協力して圧力をかける制裁をするということで相当困ったんですよ。で転換して微笑み外交になって、でトランプが冷たくすると急に中国に飛びついてですね、まあ、やはりこういったパワーによって相手が変わるというのの例えですから、こういったことが起こったということは今までの方針は間違ってなかったというふうに思います。どうぞ。まあ、念のために言うときますけど我々は経済制裁には賛成ですけれども、うん、そういう圧力をかけていくときにもこういうちょっと変わったタイプの大統領であるし戦争まで選択肢に入れてる人に 100% 一致などという、うん、あんまりこう国売るようなことを言ってほしくないなというふうに思います。どうしたら北が動くかということですね。経済制裁を淡々とかけてアメリカと協力すればいいわけで 100% 一致という言葉はね僕非常に危険だと思いました。その他どなたか手を、じゃあ浅田さん、今の本田さんのお話に関わるんですけれど、まあ、日本にとって朝鮮半島の非核化というのと拉致問題の解決、これが最重要課題であるというのには違いない。で、まあ、日本は CVID が完了しないことには話し合いには応じないというふうにずっとスタンス変えてません。これまだです。で私が一番心配するのはアメリカと米朝の間でその段階的な核廃棄とそこで妥協してしまった時に果たして拉致問題の話し合いがスタートできるのか、そういう心配を一番持ってるんですが、中谷先生それを阻止するためにはどういう、まあ、働きかけ日本政府として すべきだとお考えでしょうか。はい、これはもう実務者協議に移ってましてポンピオとボルトンがですね北の実務者と話してますので、まあ、向こうは段階的とか言ってますけれども CVIDこれはアメリカは絶対にしないと制裁は緩めないと言ってますので、まあ、まさにそういう交渉を通じてですねそれを実現していくということだと思います。はい、中谷さんに質問ですけれども、はい、マティス米国防長官はシンガポールでの安全保障会議でその在韓米軍の縮小撤退問題について外交交渉で北朝鮮による脅威が減少して米朝間で検証可能な形で信頼が醸成されたらその結果米韓の間で課題になりうるということを言いました。でそういう中で日本は相変わらず北朝鮮で脅威もあるということも口実にしながら日米安保にしがみつくのかどうか、それから安倍総理も菅官房長官も日本にいつ北朝鮮のミサイルが向かってくるかわからないような状況というのは今日の会談でなくなったとまで言われているわけですね。でましてその日朝首脳会談やって拉致問題を含めて包括的解決ということをやろうというふうにしているときに相変わらずやはり備えが必要だ、軍拡が必要だということでやっていくのか、その辺はどう考えますか。はい、まあ、朝鮮半島 の米軍の問題は基本的には韓国とアメリカ の話し合いで決まりますし、北をよく見なきゃいけないですね。北がそういった軍事を緩和すればですねそういうこともできますけれども、まあ、北がどういう状態であるのかということで決まってきますので、まあ、そういった大きな話になりますと当然日本にもですね相談がしてくると思いますが、今調整メカニズムということでいろんな話し合いができる場所がありますので、しっかりとその辺は日米で協議して決まっていくものだと思います。はい、ありがとうございました。ちょっと追加で僕から一言、仮に日朝首脳会談が実現した場合に日本はEU と連携しながら北朝鮮金正恩体制に対した人道に対する罪ということを提起して、まあ、拉致問題解決に向けても連携してプレッシャーをかけてきた。仮に首脳同士が会談した場合この振り上げたこの人道に対する罪、これに関しては日本政府としてはどうするべきなんでしょうね。中谷さん。はい、日本はまあ拉致問題もありますのでこの問題はしっかり対応するように米国には話をしてるんで、まあ、そういう話はしたと聞いてますけど、まあ、こういった人道問題も大事な問題ですから今後交渉の中で話し合われるというふうに思います。
図上に上がるかどうか焦点ですよね、はいはい、さあ続いてのテーマなんですが、先ほど防衛費の枠組みの話がありました。確かにアメリカトランプ大統領はビッグバイヤーやということで日本の安倍さんのことをまあ評したのも非常に話題にはなりました。ニュースでも防衛費の使われ方というのは果たして本当に適切なのかというテーマで続いて皆さんからスピーチをいただきます。その後討論に参りましょう。反時計回りで本田さんから参ります。お願いします。はい、防衛費っていうのはやっぱり不安だと思えば際限なく兵器を準備しないといけないというふうになっていって、どこで、まあ、折り合いをつけていくのかっていうのは非常に難しい、まあ、社会保障だと財源でここまでしかできませんよってことはありますけれども、まあ、北朝鮮が何をしてくるかもしれない、中国も何をしてくるかもしれない、別な国を何をしてくるかもしれないということを絶対そんなことはないとかっていうことは言えないわけで、だそれに対応してこれもいりますあれもいりますってやっていけば社会保障の予算も確保できませんし借金も増えていきます。ですからどこかでやっぱりしっかりと優先順位をつけて ある程度制限を抑制的な面も必要だと、必要なものは必要だけれどもということを考えていく非常に難しい議論をしなきゃいけないと思います。まあ、そういう中でも先ほど渡辺さんもおっしゃってましたけども、自民党さん の, 調査会で、数値目標で今でも我々私かなり防衛費これもう厳しい金額だと、社会保障借金抱え社会保障も削減、こういう厳しい中で防衛費だけそう伸ばすっていうのはなかなか厳しいんじゃないかと。で例えばこの北朝鮮の状況が、まあ、まだ途中ですけれども変わるかもしれないという中で、まあ、例えば1機1000億円のイージス・アショア、私たちミサイル防衛自体は当然否定をするものではありませんし、北朝鮮の状況厳しい状況が続いていましたら、まあ、イージス・アショアももちろん検討の対象だと思っていましたけれども、例えば何が起ころうと固くなにそれを維持すると、こういう硬直的な考え方では防衛費は際限なく膨らんでしまうと思います。はい、続いて渡辺さんお願いします。はい、先ほど申し上げたのはですね、やっぱり日本は潜水艦の建造、これから西太平洋と東太平洋の分割論が本当に米中で議論されるかもしれない、その時には宮古水道なり対馬海峡なり馬渋海峡ですね、まあ、出口ですから、ここは潜水艦の日本の技術で、これはやっぱり情報収集とですね追尾をすると、であと日本が持っていない偵察衛星、これはやっぱりね自前でやっぱり持つべきだと思いますしね、こういうところで予算使えばいいと思うんです。でこの、ね、先ほど申し上げた FMS という日本とアメリカのこの契約ですけれども、納期が遅れてもいいねで買ってもいい、もっと言えば契約したけど後になってソフトウェアの方ができてないなんていうことがですね、実際後になってから言われて納期が遅れるとか、もういろんな例を挙げたらキリがないんですね。これに対しておかしいじゃないかという対等の立場で言ってるのかと、私も安保委員会で何回も政府に言いましたけれども、言ってます言ってますと言いながら本当にアメリカのですね政府なりその向こうのメーカーなりに言ってるのかどうか、いまだに属国的なこの売買契約があるということが大問題で、何よりもこれからですねコストを下げる意味では中国とアメリカがやってますが 3D プリンターによってチタン合金をですねもう1秒間になんと100グラムぐらい、1分間にもう6キロぐらいのですねこんな塊の立方体を作ることができるような、もう実は部品製造をしてるんですね。これに、まあ、こういうやっぱり我が国のテクノロジーをこういうところにも生かすべきじゃないかと思います。はい、ありがとうございました。笠井さんお願いします。はい、先日の自民党 の, 外交国防等の、まあ、拉致も含まれていると思うんですが合同会議があったと聞きましたけれども、その中でもその米朝対話が進めば日本を取り巻く安全保障環境が変わる可能性があると、でイージス・アショアをこのまま進めていくのかという意見が参加した議員から出たということでありますけれども、それほどのやっぱり問題があるというふうに思います。で次期中期防に向けて先ほども話がありましたが、私もこの自民党の調査会の提言読ませていただきました。で次期中期防に向けて全体のトーンはですね相変わらずというか安全保障環境が厳しくなっているというような状況で、これ米朝首脳会談直前ですけども、そういうことを基調にして空母だとか F-35B の導入を求めた提言というのが出たわけですけど、これもある意味今この新しい平和の激動の中で通用しなくなってきたんじゃないかと。
それからもう一つ、日米首脳会談でもですね、安倍首相がアメリカ製の兵器の爆買いですね、いわゆる、まあ、平たく言えばこれを言い出してトランプ大統領に迎合をするということで、まあ、平和に逆行する軍拡を進めているのも実態だと。で今渡辺さんからもありましたけども、しかもその FMS っていうやり方でとにかく有償軍事援助という、まあ、アメリカの家で買うっていうまさにこの従属ぶりと私もそう思うんですね。でこれ異様だと。だからそういうことを含めた軍事費の使い方も本当に抜本的に改めるべきだと。でこのままでいいかといえばそうじゃないってことをはっきり言いたいと思います。はい、玉木さんお願いします。防衛のための装備なのかということも我々はしっかり見なければいけないと思います。巡航ミサイルを導入するという考え方は果たして本当に防衛に必要なのかと、その原点そのものの考え方があります。それから海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲の空母化、これは F-35 を乗せるために甲板を強化しないといけない。 F-35 を乗せて果たしてどのような防衛体制を取るのかというふうなことは多分国民はほとんど知らないと思います。さらに攻撃型の空母はこれまでの政府与党自民党は持てないと発言してきているんですね。それをどうするのかというふうなことがその防衛力の変更になるのかという疑問もあります。さらに先ほどから出てますように有償軍事援助調達契約 FMS、 これは米国の見積もり通りに、つまり米国のいいねで契約して、しかも事前払いをすると、そういうことをやってどんどん払う金額が増えてきているということを考えると、例えば2011年度431億円が2016年度は FMS 契約による調達が急増して4858億円、10倍に増えてるわけですね。でしかもイージスアショア1機は2017年春当時は800億円だったんですが、2017年12月の導入決定時には1000億円に膨れてる。最初に見積もりをしたにもかかわらず入れようと思った時には膨れ上がる。これ国民の血税ですよ。本当に防衛のためのそれは装備なのかということをしっかり議論しなくてはいけないと思います。はい、さあ、続いて井上さんお願いします。はい、先ほど安全保障政策がその3本の柱あると言いましたけど、やっぱりこれをしっかり太くしていくにはやっぱり今の予算ではやっぱり正直足りないと思います。まあ、ただGDP に 2% までするのかということになるとですね、やっぱりそれはやっぱりちょっと積み上げてきちんとやっぱり国民にしっかり説明して、その上でやっぱり予算を獲得するということがまあ基本なんじゃないかと思ってます。で私は3つ予算の中で大事なものがあると思ってまして、1つはやっぱり少子化を迎える中にあってですね、やっぱり自衛官の募集というのは正直これは厳しいし厳しくなっていくのは間違いないんで、やっぱり処遇改善、これについてしっかりした予算を、まあ、充当すべきだというのが1つと、もう1つは正面装備の議論がどうしても出てくるんですけども、やっぱりその買うだけじゃなしですね、やっぱり買ったやつをどういうふうにして使っていくか、まあ、専門用語でよく稼働率ということを言ってますけども、やっぱこう稼働率を上げていく、このためにやっぱりそういった予算もしっかり確保すべきだと思いますし、もう一つは研究開発予算、これもうかなり減ってきてまして、もう今韓国軍の3分の1と言われてます。まあ、そうすると将来の私はもう防衛装備に本当に大きな問題が生じるんじゃないかと思ってますので、こういった研究開発予算についてはもっと充当すべきだというふうに思ってます。はい、さあ浅田さんお願いします。はい、日本の、ね、周囲を見ますと何回もお話にも出ておりますが、まあ、北朝鮮は特別の危機は回避されそうですが、だからといって直ちに防衛体制を緩めるというわけにはいかないと思います。中国は航空母艦を作ったり南沙スプラトリー諸島ですね、で西沙の珊瑚礁を埋め立てて滑走路を作っとると、で爆撃機がそこで離着陸してますと。で他方ロシアは音速の10倍のミサイルを開発していると。で北方領土は膠着状態で、これだけの脅威から効果的効率的にこう我が国を守るために必要な予算にあらかじめ GDP% という枠を はめることが適切なのかとは思います。で抑制的であることは必要であると思いますが、 1% という上限を決めてかかるのはいかがなものかというふうに思います。また個別で言いますとね、
弾道ミサイル対応としてイージス・アショアの装備に着手しようとしている。で、北朝鮮が核ミサイル開発を放棄するかもしれない、こういう段階でイージス・アショアが果たして必要なのか。で、イージス艦から発射する SM-3 ブロック 2A というミサイルですね、これも627億円を使って装備する必要があるのか、使い方に問題があると思います。で、先ほど渡辺先生がお話ありましたけれども、向こう中国が空母を作っている、それならば潜水艦あるいは戦闘機、そういうもの でパワーバランスを補っていく必要があると思います。はい、ありがとうございました。浜地さんは、はい、まあ、我が党は与党の一角ではございますが、やはり自民党さんのように GDP2% というそういう大きな数字ではなくですね、まあ、基本的には抑制的にしっかりと、チェックという意味で果たさなければいけないと思っています。まあ、その上で、まあ、北朝鮮の脅威がある程度薄れた中でイージス・アショアのお話がありました。しかしイージス・アショアは、弾道ミサイル防衛が主でございますが、やはり一部ですね、巡航ミサイル等に対する備えとしてもやっぱ必要な装備だと思っておりますし、また弾道ミサイルについても北朝鮮だけではございません、脅威というのは。ですので、我々、公明党としてもですね、イージス・アショアの必要性というものはですね、やはり引き続き必要だという認識です。あとスタンドオフミサイルのお話もありました。当然長いものを持つとそれだけ距離が長くなって、相手への脅威になるということも我々感じているわけでございますが、やはり一つ今いわゆる各国が長いミサイルを持つ中で、やはり自衛隊員の安全を確保しながらですね、しっかり防衛をするためにはこちらの方もやっぱり長いミサイルをある程度持っていなきゃいけないという必要性のところで、当然我が党もですねかなり議論をしましたけども、やはりこれも引き続き必要だというふうに思っております。ただ先ほど人材のお話がありました。もう防衛予算正直言って削るところってなかなか今現状歳出化経費でもありますし人件費等でないんですが、やはり陸海空のちょっと配置についてはですね少し検討する時期にあるんじゃないかなと、私個人的には思っております。続いて中谷さんです、はい、我が国をめぐる安全保障環境非常に厳しいものがあります。で、特に島しょ部の防衛、デニーさんは沖縄におられますけど、鹿児島から与那国島まで1500キロ以上あるんですね。で、それはもう本州ぐらいの広いところで、じゃあその中に自衛隊の着陸できる滑走路、これは那覇空港一つしかないんです。ですからこういった島しょの防衛のためには多用途運用母艦といいますけれども、こういった時に緊急に対応できるとかですね、災害に備えるとかですね、いろんな用途ができる垂直離発着ができる航空機の母艦というのは必要ないかと思っております。それから巡航ミサイルについては、やはりそういった島を守るために相手のミサイルのレンジが長くなっているんですね。で、航空機も非常に長い射程をしてますので、こちらもそれに対抗するには長い射程のミサイルや装備が必要でありますので、そういう点で長射程の火器というのが必要になってくるということで、目的はそういった南西を含めた島しょ防衛のために必要性があるということなんです。じゃあここからは、討論に参りましょう。早速玉木さん手が上がりました。はい、今中谷先生のお話を聞くともっともらしく聞こえるんですが、宮古石垣にもまた新たな自衛隊の基地を作ろうとして地域の住民の皆さんに反対されてるんです。それはなぜかというと、沖縄本島と宮古の間のこの宮古水道から中国の船が通っていくから、だからここに見張りが必要だと言ってるんですね。それと今のその長距離巡航ミサイルとは関係ない話だと思います。もう一点、それをあえて言うのであればイージス艦をここに展開させるということも必要だと思います。イージス・アショアはあくまでも日本の山口県と秋田県においてこの日本海沿岸を守るということが目的になっていますね。これは島しょ防衛とは全く関係がない話です。であればイージス艦を回してイージス艦できちんと飛んでこないかということを見張ると。で、出雲空母型の出雲に搭載するのは F-35 ですから、島しょ防衛をするのに F-35 という戦闘機が必要かどうかということは私はありえないと思います。いかがでしょうか。 F-35 にはオスプレイを乗せるという当初の予定で17機購入するという計画が入っているわけですから、それを変更する理由は私はあまりないのではないかと思います。宮古とか石垣などは警戒監視も含めた
そういった情報収集とか、それから島嶼防衛のために緊急に動けるという意味では部隊はいると思います。それからイージスアシュアはイージス艦は限られてますんで、今でも日本海に張り付いたままで、しかし本来任務は日本周辺の全域の警戒監視と哨戒勤務がありますので、とても数が足りませんし、海上自衛隊員の疲労度、これはもう限界に達してまして、やっぱりそういう意味では地上にイージスアシュアがあればですね、地上で監視できますから、その分海上自衛隊の負担が減りますので、そういう意味では2機必要じゃないかという提案をいたしております。はい、その他皆さん手を、はい、じゃあ笠井さん。いや特に与党の話を伺ってますと、いまだに軍事とか軍事同盟強化みたいな話なのかなと思うんですけれども、94年の朝鮮半島危機の時にアメリカの国防長官だったペリー、ウィリアム・ペリーさんが、最近ですけれども米朝首脳会談が成功を収めれば、つまり北朝鮮軍が韓国に侵攻する危険を完全に排除できれば、アジア太平洋地域の安全保障情勢は全く違った様相になるでしょうと。で、具体的には北朝鮮の脅威がなくなれば、在日米軍、特に普天間飛行場に駐留している部隊について、その存在理由が完全になくなりうるでしょうとまで言ったんだよね。ですよね。だからそういう議論っていうのは自民党とか公明党の中で本格的に起こらないんですか今。まあそれはできると、そこは本当にね、僕は不思議なんだけどもね。それは北朝鮮の、だから、そういうだけど北朝鮮の動きにかかってますよ。で、今回もトランプの発言も、その在韓米軍の削減についてですね、今はないと、言ってますし、合同演習もですね、そういった危険がなくなればみたいなことでカッコつきなんですよ。だから相手がちゃんとすれば、そういうこともあり得るという話であります。はい、そっちに向かっていくっていうことについて考えることはしないんですか。なればとかって架空の話、そうなったらっていうずっと先みたいな話じゃなくて、今それに向かって今努力が始まってる状況ですね。だからそれは今その時に強化しよう強化しよう軍事やろうと、で軍事対軍事みたいな話をまだやってるのかっていう話になるんじゃないですか。それと本当に日朝も開けませんよ。そしたら、それが実現した時はそれは削減もできますけど、まだ話し合いの途中で全く北朝鮮の兵力とか考え方変わってませんから、そういうのを確認した上で、そういうことは日米で話し合いに入ってくると思いますよね。それからもう一つ、FMS の話出ましたが、あれも我々もそういう認識でできるだけ削減するように、透明化するように求めています。しかし能力からしてですね、そのオスプレイにしても F-35 にしてもやはり素晴らしい性能を持ってますので、それを国産でやった場合の経費の関係がどうかということでありまして、なぜ日本の防衛産業ができないかというと、これ輸出できないですね。限られてますので、そうすると少量生産ですから高価になっちゃうとますますできませんので、そういう事情があるということです。なぜか、はい、渡辺さん。いや、私も13ヶ月ね、防衛省で与党自体副大臣しました、よく分かってます。ただやっぱりあまりにもですね、言いなりでこれ不平等な契約なんですよ。それこそね、もう皆さんが持ってると認識同じ思いですから、ぜひもうちょっと透明性と積算根拠、これについてやっぱりぜひアメリカとですね、対等の関係でぜひ議論できるような、あるいはその見積もり含めてもやっぱり調整できるようなですね、それはやっぱりやっていただきたいなと思いますね。はい、相当高いもの買わされたことは確かです。これは防衛省にいらっしゃった井上さんも多分分かると思いますけど、井上さん手が上がりました。はい、やっぱり僕はさっきほど申したやっぱ研究開発予算、これをもうかなり前に減らしてるんで、今買おうと思ってもないわけですよね。そうするとアメリカから買わざるを得ない、そして FMS で買わざるを得ない、もうやっぱりこれちょっとね、やっぱ変えていかないといけないと思ってて、やっぱり今度 その戦闘機、後継の戦闘機、これもどうするかという話ありますけども、私はやっぱり国産で、やるという方向をですね、ぜひ追求してほしいなというふうに思ってます。さあ、これに対してのアンサーはいかがでしょうか。どなたかありますか。研究費の問題に関しては本当に極端に減らしちゃってます。ドローンなんかもね、日本はお得意なんですけれども、全くそういった分野 の活動経費がないもんですから、やはりそういった基礎研究は増やしていかないといけないとは思いますね。結局大学も蓋を開けてみたら、アメリカからの要請でこの費用を上げるから研究どうっていうところにお金使ってしまったりして、ね、やっぱり見直さなきゃいけない。ただね、日本の大学の学会がですね、安全保障防衛費は研究しないとしちゃってるんで、そういう点で本当に国防というのは国を守るわけですからね。
そういうこともやっておかないと、先ほど言ったようなアメリカの装備を買い続けるみたいなことが起こっちゃうと思いますね。じゃあ大学もやってよしという方向に舵を切るべきだと。結局悪というのじゃなくて、日本の安全保障防衛ですから、それは国として必要なことですから、そういう分野の研究はぜひしていただきたいと思います。皆さん、はい、本田さん。今の感じでじゃなくていいですか。もう別のものでも構いません。はい、中谷さんにお聞きをしたいんですけれども、防衛費、まあ、私はその抑制的にって言いましたが、その中でもね、やっぱり正面装備、高価な1000億のイージス・アショア、100億の飛行機っていうものにばかりお金がいっていて、現場にねお金が回ってないって声をよく聞くんですよ、自衛官の方から。本音では、まあ、例えばもうその小さな話を言えば、教科書も自費で買わされる、そして訓練で使う GPS も自分で電気屋行って買ってくる。こんなことさせといてね、いいのかっていう思いを私は、で特に皆さんは私たちは反対ですけどね、今9条改正の理由に自衛官の方の誇りとか言いながら、こんなね現場の費用を削ってることはね、非常に問題なんじゃないかと私は思うんですが、はいはい、おっしゃる通りで、もう現場なかなか動き自体もですね、鈍ってきたわけですが、おとといですか、昨日も大阪で地震があってですね、やはり自治体が対応できないときは自衛隊が出なきゃいけませんけど、そのために日頃訓練をして、ある程度全国各地に駐屯地があってですね、配備も必要なんです。で中国は300万人、北朝鮮は100万人、日本は15万人しかいないわけでありますので、まあ、こういった点においてもまだまだやるべきことはたくさんあるので、防衛予算、まだいるんじゃないかというふうに思います。はい、どうなぜか。いや、今の一言だけ、まあ、私はだから戦闘機ね、22機を19機にするっていう判断はあるんじゃないかってことです。はい、渡辺さん、積み上げ型で結果的にですね、GDP1% を超えたということはあってもおかしくないと思いますし、それやっぱ納得いくような、やっぱりですね、そのやっぱり根拠がなければ、ただもうアメリカに言われて 2% の高枠をはめられてるから、昔のグリコがっちり買いましょうじゃないけど、もうとにかくその額に近づくために、もういるものもいらないものをみんな積み重ねて買っちゃおうみたいなんですね。まあ、そういう不透明な部分が、どうしても防衛予算って市場価格がないだけに、他と比較ができないだけに、本当のところの単価が分かりませんから、そこはやっぱりちゃんとその政府与党がアメリカのですね国防当局とやっぱり対等に話できるような形で、やっぱり納得いくものにしていただきたいなと。まあ、おっしゃる通りで、必要なものであればみんな納得すると思います。はい、おっしゃる通りなんです。で積み上げなんですね。で今の日本の国土を守り、国民の安全を守るということで、まあ、提言にも書きましたけれども、さまざまな事業が必要なんですね。まあ、そういうところを積み上げるとその 2% 近くにはなるんですけれども、当然財政問題がありますので、積み上げた数字で5年計画、そして対抗という形になろうかと思います。先ほど中谷さん、まあ、アメリカに対してこう不平等な、まあ、武器の売買に関しては、まあ、こちらからの、まあ、要請もきちんとしていくという話ありましたけれども、具体的に何を言ってどういう状況になれば、そうしたこう関係性が改善するか。それは防衛省今最重点項目で、大臣が国防長官にこんな話してます、それから現場の局長もですねしてまして、まあ、いかに抑えていくかということについては真剣に今取り組んでおります。アメリカの反応どうですか。非常に誠実にですね対応してきております。で、まあ、ですから実際にきちんと透明化されて下がっていくように努力をするし、また日本も国会がありますからね、国会通らないといけませんので、そういう点は大いに指摘していただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、質問をですね、皆さんから実を言うと事前にいただいているんです。ニコ生のユーザーの皆さんからいただいております。沖縄の基地問題についてお聞きしたいです。先ほど前段で少し出ました、日米地位協定の見直しはお考えでしょうか、もし考えているとしたらどういう見直しでしょうか、また辺野古移設の問題の落としどころをどのように考えていますかということですが、この質問へのアンサー、それぞれぜひお答えいただきたいです。どなたから参りましょうか。はい、中谷さん、はい、浜地さんといきましょうか。私の大臣の時に軍属がですね、女性を殺害した事件がありまして、まあ、これについて、まあ、地位協定に関しても話し合いをしまして、井上さんその時局長だったと思いますけど、
運用の見直しということで実質的な改定をしたりですね、さまざまな形で運用は改正をしてきておりますので、まあ、犯人の確保などにおいても今のところは実務的な支障はない段階にはなっていると。現状で満足できるものでしょうか。その先さらに抜本的な改善やもう少し対等な関係をという声もありますけど、その点はいかがですか。まあ、地域協定につきましては裁判の問題等もありますけど、身柄の方は引き渡すということにしてますので、うん、特に大きな問題は今はないんじゃないかと思います。浜地さん、はい、我が党はですね、今沖縄のこの地位協定についての実は検討チームを作って少し深く研究を始めています。先ほど中谷先生が言われました刑事裁判権身柄拘束については日本は比較的韓国やそういった国に比べて、有効的に扱われている部分はありますが、勉強していく中でですね、やはり非常に事故がたくさん起きました。その時なかなか事故現場に日本の警察権が及ばないという点については、今第一規制線と第二規制線を張って、第一はもう米軍がやり、第二は日本の警察がやるんですけども、他のですね、NATO 等の諸国によりますと、比較的この事故状況についてはきっちりと、現場の了解を取って現場の警察も入れたり、また基地の中に入るについてもですね、また基地の使用についても、事前の自治体の了解等もいるようなところがありました。ですのでそういった部分でここは与党でありながらもですね、しっかりと他国に比べてどこがプラスでどこがマイナスになっているのか、これをしっかりまず研究をしてからですね、この議論をしていきたいなと思います。麻生田さん、玉木さんといきましょうか。はい、地位協定 の改定は必要だと思っておりますが、この接従国側から提案するというのはなかなか難しいということはよく分かっております。それで今両先生からお話ありましたけれども、例えば米兵が何か事件を起こして、で身柄が向こうに持っていかれると、で警察でこう調べられないと、でそういうところにその、不信感と問題点を指摘されてますので、犯人を引き渡してもその取り調べを可視化すると、私たちは去年のテロ等準備罪のところで取り調べの可視化という提案をさせていただきましたけれども、こういうところでも取り調べを可視化すると、そういう運用の改定でかなりこう改善できるところはあるんだろうと思います。情報共有ですよね。玉木さん、沖縄県からはですね、これ平成29年の日米地位協定の見直しに関する事項というのがあります。ちょっと紹介させてください。はい、基地の整理・縮図の処方など過重な基地負担の軽減に早急に取り組んでいただくことが基地問題の抜本的な解決につながるものでありますが、日米地位協定については昭和35年に締結されて以来55年以上もの間一度も改定されておりません。日米両政府は環境補足協定や軍属に関する補足協定を締結しておりますが、その実効性も十分とは言い難い状況であり、依然として多くの基地問題が発生する都度運用改善で対応されてきておりますということなんですね。つまり地位協定は改定されてないんです、一度も。その運用は米軍の運用に合わせて、じゃあここはこちょこちょっと変えようかなって言ってる程度で、だって実際にヘリが不時着して炎上した現場でも警察は予防線離れたら入れないんですよ。これつい去年の話ですよ。今でも続いてるんです、こういうことがずっと。だからあくまでも米軍の運用最優先なんですね。この地位協定を変えるということを日本政府が本腰入れるんだったら、日米合同委員会の議事録の公開とかそういうこともきちんとこの中にも要望が入ってるんです、25条関係で。だからできることをきちっとやっていって、我々は努力しているということを明らかに見せてほしいんですよ。何もやってないとしか思ってないから、こういう要請書が県からもう事件事故があるたびに改定してくれという要請が上がってくるわけですね。これ現実ですから。井上さん、渡辺さん、私はね、やっぱり日米地位協定の改定は本当に必要だと思ってまして、これはね、やっぱり沖縄に2年間住んでみて、 その前まではね、運用改善で私いいと思ったんです。やっぱりね、やっぱり地位協定の改定は本当に必要だと思ってます。で特に今回米軍のヘリが窓枠を落としたやつありましたよね、第二小学校、普天間第二小学校で、その後米軍はできる限り飛びませんと、しかしながらやっぱり飛ぶわけですよね。けどね、やっぱりこれは日本の主権の問題なん で今でもその監視員がいてヘリが飛び立った時に
運動場から避難しないといけないわけですね。これ教育の現場じゃないですよ。でそれはねやっぱりね、これは主権を持ってここの上空は飛んじゃダメだと日本政府は言えるようにしないと私絶対ダメだと思うんです。一点ちょっと足させてください、はい、渡辺さんに行って玉木さん行きましょうか、はい、いやこれ本当にですね我が国の主権の問題ですよ。で本当真の独立を、ね、考えるのであればもう沖縄国際大学にヘリが墜落した時も警察も消防も入れないでテレビカメラが撮ったらですね、そのフィルムよこせと言われて、まあ、変な話住民の協力でオンエアできたという、ね、話もありますけどやっぱりこういういまだにこの治外法権が残されているというのはこれやっぱり住民の理解を持ってですね基地という迷惑なものと共存している沖縄のことを考えればやはり当然これはこれ改定すべきだと。やっぱり立ち入り権ですね。立ち入り権と調査権。これどうすればアメリカ側がその改定に応じるんでしょうね。河野外務大臣は相当外務大臣でない頃はそれこそ相当外務委員会でやってましたよね。通常に上げ続けることが大事だ。はい、はいはい、いいですか。玉木さん一言で先ほどの井上さんは沖縄防衛局長だったので非常に現地のことを詳しく、ご存知だと思います。普天間第二小学校滑走路のすぐ近くにある小学校先ほどの話ですけど2017年去年の12月にその CH53 という大型ヘリの7キロ余りの窓枠がゴンと校庭に落下したんですね。で今年の2月13日から6月8日までヘリが飛ぶと避難してくださいということで避難させた回数が527回で多い日は1日20回以上。この現状が日本のどこにあるんですかっていう現実ですよ。主権国家としては非常に歪んでいる。そうなんですよ。だからこの現実が沖縄で行われていることは地位協定によって、うん、航空法の適用もされない自由に飛び回れるで、米軍の将校や住民が住んでる上は絶対飛ばないんです。なるほど。しかし、なんで日本国民の上空を飛んでそれを許しているのかっていうことが根本的な現実的な問題です。おそらく今この中ではその歪みに関して異を唱える方はいらっしゃらないと思います。具体的にどうすればじゃあアメリカが、いいですか、笠井さん。いや、もう日本政府が本腰入れてきちっとアメリカと交渉しなきゃダメです。それそういう姿勢がない。そこが一番根本問題だと思うんです。私も外務委員会でも何度もこの問題やってきましたけど日米地位協定の見直し改定は当然だし私も同じものを持ってきましたけど沖縄県に行っている11項目あるわけです。これ全部私は賛成です。で特に今言われたような刑事裁判権の問題で言ったらねとにかく事件事故がもう何回も繰り返されるわけですよ。その度に米軍人や軍属等がその日米地位協定によって守られているとの認識が根底にあるからこんなこと繰り返される。そしてそれは頭にいけないし米軍施設区域外ではその日本の当局が捜索とか現場統制が行われるようにしなきゃいけない当たり前のことをやらなきゃいけないのをやれないのになんかいいダグダグみたいな話で物も言わないって本格的に交渉しなきゃいけないんですよ。だから朝鮮半島で本当に今ね情勢変化がなかった時にやっぱり抑止力という基地をつけ崩壊している中で沖縄に基地あり続けてしかも主権が侵害されているという問題をもっと正面から日本政府がやんなきゃダメだし辺野古基地は撤去しかないですよ。中止しかないです建設。はい、日米地位協定の改定というのを立憲民主党は基本政策の中に入れています。で今日は多くの政党がこの方向を向いているということを聞いて大変心強く思いました。今も内容はおっしゃった通りです。事故が起こった時の対応調査権それから訓練の内容学校の上を飛ばすそれから事実の確認こういったこともすべてですね本当に主権国家なのかという厳しい状況がありますから私たちはですねしっかり今の段階では政府にやってもらうしかないんですよね。これはねでもそれはしっかり政権を取った時にこういうことを提起できるように準備をしていきたいと思っています。はい、浜田さん。いや私もさっき日米地位協定の話しました。気をつけなきゃいけないのはですね主権ということを言いすぎると日本の自衛隊もですね海外でピークオンに行った時は地位協定で守られている部分があります。ですから他の国と比べて日本が劣っているものはしっかり主張していくという姿勢でないとちょっとまたそれ跳ね返ってくる問題なのでちょっと1点だけ、はいはい、それはまさに
同じ敗戦国である、ね、ドイツやイタリアと比較する、そうそうそう、韓国と比較するというのはしっかり大事だと思います。物言うべき存在として違うものとそうじゃないものがあります。さあということで今日はさまざま議論を展開してまいりましたけども、あっという間にお時間を実を言うと少しオーバーしておりまして、皆さん最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。今日の所感を最後に聞かせてください。中谷さんいかがだったでしょうか。はい、割と本音でですね、中身のある議論ができたと思います。やはりこれは日本の国の防衛いかにあるべきか、これはやはり我々政治家がですね、現実的な意見を戦わせて、現状維持じゃなくて、ある程度時代の変化に応じてですね、しっかりして、考えていかなければいけないなというふうに思いました。続いて本田さんいきましょうか。はい、国会では小野寺大臣や河野大臣としか議論ができないんですけれども、今日は他の党のいろんな考えを聞けて、ね、あ、意外だなと思うこともあったんで、今日は大変参考になりました。重なり合うところ、はい、そうではないところ、いろいろありましたね。はい、浜田さん。くしくもですね、米朝首脳会談があり、今日も金正恩さんが中国に行ったというような、まあ、確かに歴史の転換にある時に、まあ、この安保の話が先輩方とできたことはですね、非常に私にとっても大変いい経験になりました。また私も与党なんですが、結構質問時間も国会では少なめになっておりますので、与党はですね、今日はさまざま皆さんと対等な立場でお話できまして大変にありがとうございました。渡辺さん、国会の安全保障委員会で議論しますとね、政府側にいろいろ質問するんです。そうすると事柄の性質上お答えできませんとか、いわゆるその予断を持ってお答えすることはできませんとかで、ね、もうなんかね、抽象論で終わっちゃうんですよ。ですから今日いろんな具体的な名前出してできたことはですね、ご覧になった方にもいろいろ理解をいただけた、ね、あるいは関心を持っていただけたのかなと思いますね。これも可視化の一つかもしれませんね。はい、浅田さん、私たち日本維新の会、議員間の自由討論を復活させようと、これ昭和30年まであったんですけれども、廃止されてるんで、これを復活させましょうという提案をしておりますけれども、その、まあ、実際やってみるとこういうことになるんだなという実感をさせていただきまして、自分たちの出している法案、皆様方のご協力を得て実現させたいという意欲を強くしました。ありがとうございました。笠井さん。はい、やはり大きな歴史的な変化が起こっている中なので、我々本当に従来のことにとらわれずですね、どういうふうに新しい道切り開くかと、日本の国を守るかということも考えていく必要があると思っています。この南北から米朝へとつながる中で、ムン・ジェイン大統領が随分役割を果たしたと言われていますけれども、やはり彼が言ってたことで、地球上の最後の冷戦を解体した世界史的事件として記憶されるでしょうとまで言われていて、朝鮮戦争の休戦協定からやはり平和協定に変わっていくということに進んでいけばね、これはもう北東アジアにとっても世界にとっても極めて大きな転換点になるんで、そうした方向でやはり今みんなでこう力を合わせるという時だし、私はいよいよ世界が変わるとき、日本の政治が変わるときだと、変えなきゃいけないと思ってます。はい、井上さん。はい、皆さんの意見と同じで、やっぱり国会だとですね、委員会やってるとどうしてもこう政府に質問して政府から答えを聞くと、あんまりこう実りのある議論になってないような気がしてですね、今日は本当本音である程度いろんな人がいろんな意見を言って、すごい参考に私自身もなりましたし、見ておられる方も大変参考になったという意見があるんじゃないかというふうに思います。ありがとうございました。玉木さん。はい、今年も73回目の6月23日がやってまいります。はい、戦争で亡くなった方々に本当に御霊の霊を、悼むとともにですね、二度とそういうことを繰り返さない、国民政治は戦争しないということと、国民を飢えさせないということ、この本当に大切な原点で今日は、ある程度その本質的な会話もできたのではないかなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやでも本当にこうやってこう交わりながら議論をしながら、こういう場がもっともっと増えればいいですし、本来メディアはこういうことをどんどんやるためにあるのかなと思いますしね。今日一部サーバーがダウンした状況がありまして、またこの放送再放送もしますので、ツイッター、ニコニコドキュメンタリーのツイッターでまたご確認いただければと思います。ぜひまたやりたいです。はい、力を貸してください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではこの辺で失礼いたします。どこまでありがとうございました。